はい、というわけで9月のチャレクエです。今回は七賢者のソルトちゃんですね。で、期間的にまたミニイベントでもやるんでしょうかね。よし、というわけでお試しでやってみましょう。9月のチャレンジクエストですね。チャレンジ七賢者ソルト、メンバーはこんな感じです。僧侶パーティーで回ってみましょう。では行きましょう。お試しですね。初回から攻撃してきましたね。よし、ちょいちょい叩いていきましょうね。取っておきのゲージを貯めていきましょう。どのくらいかな、3貯めた方が良いのかなですね。まあ、回復があるんでいけそうですね。ちょいちょいやっていきましょうね。もう貯まるのが早いですもんね。よし、耐えられるかこれ。攻撃に耐えられるかちょっと怪しいですね。よいしょ。あ、耐えられますね。まだまだこの辺は大丈夫そうですね。うん、回復も入れておきましょうか。よし、まあ、自分とこの回復を入れておきましょうね。でもゆいちゃん変えちゃいましょうかね、この辺でね。よいしょ、ここですね。ここですね。一定ターン特大あったんでね、こういうのも活かしていきましょう。で、僧侶スキルですね、これをかけておきましょう。よし、こういうことですね。アルケミストバージョン、アルケミストのこの僧侶バージョンみたいな、そういう感じですね。変えていきましょうね。まあ、攻撃食らっても回復はできるので、まあ、そういうのがあったりするんですね。よいしょ、ということですね。あと割り込みが入んなければいいんですけどね。よし、あ、いいですね。よいしょ、ということですね。何発いけるか。あ、割り込まなかった。よし、ちょっとやってみましょうか。味方単体の物理攻撃が一定ターン特大アップですね。もちろんこれはゆいちゃんですね。さあ、決まるかどうかやってみましょう。こうこうこうですね。いきましょう。どうかな、どのくらいダメージ通るかな。ちょっとこれお試しでまだやってみて、ちょっといまいちだったんですよね。よし、これ本当は物理防御を下げるようなスキルがあるといいんですけどね。あ、いいですね。とっておきのレベルが高いですね。どうだ、いいですね。めちゃくちゃ通りますね。こういう感じの攻撃方法もあるということですね。では倒してしまいましょう。こういうことですよね。スタン決められます。もう一発打っときましょうか。とどめです。行きましょう。こういうことですね。まあ、アルケミストが封じられているケースはこういうのも使えるということですね。よし、ということですね。うまい感じに決まりました。ありがとうございます。ちょっとこう不安だったんですけどね、うまいこと決まりましたね。よし、てな感じで初回でノーコンクリアできました。あとこちらですね、街角魔族のみかんちゃんの新情報なんかも追加されていました。あとサプライズの参戦ですね、ひだまりスケッチのヒロさんですね。あとプレイヤブルキャラクターのソルトちゃんですね、またボス枠で出るみたいですね。